はい、どうも、松尾です。今日はね、この話。郵便が届きました。航空海上課検定担当なんて書いてあるやつ。なんかっていう話ですけど。まあ、ね、今まで、動画を見ていてくださった方は、分かって、中身が何かね、分かってると思いますけど。で、早速開けていきたいと思います。開局の時の電子申請の届出システムの案内ですね。じゃじゃーん。無線従事者免許証第3級アマチュア無線技師。グフフ。やったね。やったね。やりました。3級です。これで夏尾くんも、モールスを打ったり、50ワット耐えたり、まあ一応資格上はできるようになりました。3級ね、これ4級、こっち3級ですけど、あっちゅう間に取ってしまったんでね、4級を、2月の23日に、3級を3月24日に、ほんとね、ぴったり1ヶ月でね、取りました。これね、OM 先輩に、まあ、教えてもらってはいたんですけど、ここね、免許の番号っていうのがあるんですね。頭のアルファベットが続いて、後ろがまあ5桁の数字ぐらいになってるんです。これを見たらですね、何の免許かっていうのをすぐわかるようになってるらしいんですね。で、僕もちょっとさっき調べてみたんですけど、こういうことに、なってました。ここね、ここです。HBNL。まあ、番号が仮に12345-6とかなってる。ハイフンはね、ついたりついてなかったりする人がいるんですけど、まあ、ここまで数字まででですね、免許の番号が書いてあります。で、これがまあ何を意味するかっていうことなんですけど、調べたところによるとですね、1番、最初のところでですね、どこの通信局の方に申請をして免許をもらったかということがわかるそうです。僕の免許は H っていうふうになってますから、これ、九州総合通信局というところですね。これ、封筒にありましたけど。九州総合通信局です。だから先輩に笑われたんですけどね、A じゃないのかよって言われたんですけど、A はね、関東です。B が信越、C が東海、そのまま、D から順番に北陸、近畿、中国、四国、H が九州です。それから東北、北海道、最後の O が、沖縄ですね。そういう風になってるみたいですね。無線人口がね、関東が圧倒的に多いんで、先輩は A を見る機会が多かったんですけど、H ってなんだよって言われて、まあ H です。僕の番号はそうです。九州で申請したっていうのがずっとね、この先ついて回るみたいですね。で、その後ろ、BN ってなってますけど、これが発給した年度ですね。年度を表してます。数字で書きゃいいんじゃねえかなと思ったんですけど、まあ昭和から平成に向かって言語が変わっていきますから、ただ数字だけだとまあまずいんでしょうね。ですね、一番最初のところがですね、昭和51年かな？昭和51年。51年が AA です。52年が AB。53年が AC。こういうふうにですね、どん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 こう続いていって、27年が BN ということになってます。僕の免許は BN なので、平成27年度に取ったということがわかります。今度ね、4月以降に、もうすぐ4月ですけど、4月以降に免許を取った人は BO ですね。O、B 今度からは、まあ、例えば、HBOL なんとかとか、そういう免許になるっていくということですね。3番目。L。ここがね、僕もこれ違うとこです。3級と4級で違うんですね。ということは、ここで免許の種類がわかるんですね。
4級が N、3級が L。で、2級がね、じゃあ1個上がった K かっていうと、K じゃなくてね、2級は I だそうです。1級が H。なんか揃えてくれたらいいと思うんですけどね。3番ですね。3番の話。4級 N。3級は L。2級が I。1級が H。アマね。アマ無線の同級。他にこれ、ここのアルファベットがですね、無線にも他の資格がいろいろあるんですね。総合無線通信士とか、航空無線通信士とか、レーダーなんたらとかですね、海上特殊無線技師とか、なんかまあいろいろあるので、それがですね、ABCDF、最後は Z まで割り振られているようです。アルファベットはね、免許の申請した通信局、年度、それから免許の種類ですね。で、ここの5桁なんですけど、まあ、これはね、わかると思います。免許別の発行番号ですね。その年、例えば、九州の27年度の L ですから、これは3級の12345番目の免許と、そういう、これ仮の番号ですよ。仮の番号ですけど、そういう意味になってます。だから、ここが4級の N だったりしたときにも、同じ番号っていうのは当然あり得るということですね。ここの年度が違えばですね、同じ免許の種類でも同じ番号が出てくると、そういう形になっています。最後のハイフンの後ろの数字が、最高付の回数がバレるようになっているそうです。とりあえず 1,2,3,4,5,6 って書いてあるんで、誤解もなくしたんかっていう話ですけど。まあそういうふうにね、後ろにハイフンがついて再発行なのがわかるそうです。なくした、これ免許証なくした時の手続きって覚えてます？最高峰頼んでしてもらったんだけど、出てきちゃったよって時ですね。発見した時は、当館内に、免許証を総務大臣か通信局長に返納しなければなりません。なので、これ、同じ、こう番号のやつですね。後ろが、まあ、例えば普段、-6 っていうのを使ってるのに、あ、なんか引き出しから -4 が出てきたよとか、いうときは、それは、古いやつです。発見されたということですから、これは返さなきゃいけ、返納しなきゃいけませんよということですね。で、あれと思って、僕もこれ、新しい免許も、9が違うととはいえ、まあ、もらったんで、あら、これ返すんかなと思って、ちょっとさっき調べてたんですけど、しっかりちゃんとね、教科書に書いてありました。これ4級の教科書なんですけど、新たに3級の資格を取得した場合でも、4級の免許証を返納する必要はありません、ということが書いてあります。返さなくていいらしいですね。こっちをね、一応持ち歩くようにしようと思います。こっちは引き出しに、4級はしまっときますね。免許証ね、綺麗なんですよね。わかります？ここ、キラキラしてるの。血の柄がね、わかりますかね？この辺。こういう血の柄が入ってですね、なんかね。光ってるのわかりますかね？ここね、この辺。富士山の柄が入ってます。で、この辺にね、波の絵が入ってます。波がちょっとなかなか出にくいですけど。三保の松原なのか。この辺にちょっと木、ちょっと隠しちゃってるんですけど、この辺木が割ってるんですよね。だからまあ三保なのか、富士五湖なのかもしれないですけど、そういうね、いかにもこう日本の免許らしい、そういったね、デザインになってます。ああ、富士山、この山が見えなくなると、ここに、あれですね、花とこう、風みたいな模様が入ってきますね。すごいね。車の免許もなんかこういう感じになったらなんかね、
ちょっとかっこいいんですかね。でもね、あの車の免許と違ってね、これ見せないですけどね、写真のクオリティが相当低いですからね、これ。どうやったらこんなにボケボケな写真でなっちゃうのっていうぐらいの、とても残念なあの写真のクオリティです。写真写りがいい悪いじゃないんですよ。提出した写真を多分スキャンして取り込んで中に入れてるんですけど、なんかね、ひどいんですよ。だからね、あんまりね、まあ一生の免許でこの写真をずっと、僕死ぬまでこのじじいになってもね、この免許写真がついて回るんですよね。だから大学生とか高校生とか、そのもっと若い人はですね、若い時の写真でずっと死ぬまで使えるというあれなんですけど、ちょっとね、それにしてはね、写真のクオリティがね、ちょっとね、納得いかないクオリティなんですよね。裏はね、英語で書いてありますね。読めないから読まないけどね。そんなわけで、夏尾くんは3級アマチュア無線技師になりましたっていう動画でした。ちょっとね、まだ開局してないんでね、僕のコールサイン持ってないんですけど、まあ遮断局の方から、もしかするとお騒がせするかもしれませんので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。それじゃあねー、バイバイ。